はい、ジュゴンです。ということで今回はウイレのアプリ版の方ですけども、今回まあ何をやっていくかというと、アプリ版にもですね、スキルトレーナーとかポジショントレーナーっていう、まあ新機能ですよね、ができるようになったので、まあ今週取った FP にですね、新しいスキル、新しいポジションをつけていこうと思います。でまずつけるのはまずアグエロですね。アイテムしようと、でまずアグエロはスキルを追加します。3つぐらい余裕があるんですけど、多分つけれるのは1つだと思いますが、そうですね、まあ1つでしょうね。はい、ということで、まあ何が欲しいかなってアグエロで考えた時に、まあ、戻ればいいのか、何今持ってるのかっていう話ですよね。アグエロ今持ってるのがシザーズ、ルーレット、無回転シュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、アウトスピンキックにマリーシアと。何がまあ欲しいかっていうと、まあスパサブとか、まあ、チェイシングとかそのあたりかな。はい、そこら辺を狙ってとりあえず1回しか、まあ、あまり回数がね、まだアイテムが少ないということで、とりあえず一発勝負でもうついたものはとりあえずそれをつけたままにしておきますね、今回は。ということでやっていきましょう。ちょっと発煙室なんで、ちょっとどうなるのかわからないんですが、これ押したらなるんでしょうか。パッてつくのかな。あ、つかないや。行ってみましょう。使用する、どんな感じの演出。こんな感じなんだ。新たにコントロールループのスキルを習得しました。なるほど、こんな感じなんですね。で一応まあまあ入ってると思いますけど、ああ、ありますね、コントロールループがつきました。まあ正直まあ悪くはないですよね。なんか変なのつくよりは良かったと思いますね。はい、ということでこのビシチャは、スキルいっぱいで多分ポジションが埋まっているんですよね。で今度はルーベンディアスですね。ルーベンディアスにもまずスキルをつけていこうと思います。ルーベンディアスはここじゃ見れない。ルーベンディアスですけど、スキルはまあヘッダーマンマーク、キャプテンシート闘争心ということで、まあインターセプトとか欲しいですね。まあもしくはアクロバティッククリアかな。まあやっていきましょう。アイテム使用、今週はログインしたら、まあスキルだったりポジションだったりがもらえるので、皆さん積極的にログインをということで使用します。どうこれディフェンダーにスパサブってまさかのやつですね。スパサブディフェンダーに必要かっていうね。まあこれは、まあ、とりあえず一旦このままにしておきますね。またアイテムが溜まってきたら、ね、スキルの交換をしようと思います。で、また間違えましたね。ポジションも一応、ルーベンディアス左サイドバックが、まあ、適正薄いんですが、ここを濃くするということでポジションをも初めて使ってみましょう。はい、使用する、ランダムに1つ、ランダムで1つ最大にします。あ、適正が濃くなるってことですね。まあそうですよね、ルーベンディアスの場合はここにしか、ここしかね、左サイドバックしか適正濃くなるとこなかったんで、これがまあアグエロとかになるとか、この人の場合は、DMF と ST どっちかがランダムですね。まあ、2個使えば両方つきますかね。ということでディアスはどこへ行きましたか。ディアスに左サイドバックがついたということですよと。はい、ついてますね。はい、ということで今回はスキルトレーナーとポジションをね、新たにつけてみました。ということで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。